皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、X の紅という曲の解説をさせていただいておりまして、2本目のこの動画ではギターソロの部分をですね、中心に解説させていただこうかなと思います。チョクラマはね、難しい箇所があったりとか、半音先がチューニングがめんどくさかったりとか、数字が決まったりとかするんですけども、ちょっとその辺を頑張ってついてきていただければという感じでございます。ちょっと早速弾いてみますね。どんな感じに。ここからちょっと後にしましょう。まあ、こんな感じで、その前半部分に出てくるその早弾きの箇所という感じでございます。やってみましょう。まあ、最初にこの2弦の12フレットからスタートです。2弦の12フレットを弾いて、人差し指で2弦の9にプリングします。弾く、プリング。で、その次、中指で3弦の10フレット。で、これも、できればプリングプリングでいけるとですね。まあ、ラピオン。12、9、10、9といくわけです。で、その次、2個ずついきます。ピロペロペルペルポロポロ。9、10、12、10、9、12と。パラ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 。つなげると、パラピロパラ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 。パラピロ、パラ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 、パラピロ、ソラシラソシーと。で、その次、またこっちに形がずれていって、似たようなポジションなんですけども、ちょっとずつ変わっていきます。最初はこれは、こんな感じ。13、10、12、10。この、パラピロの時のそのピの音が変わりましたね。パラピロが10じゃなくて12と。パラピロ。で、その次また、ペロポロペレペレポロポロと、10、12、13、12、10、13と、この真ん中の音が、ちょっとこのポジション変わりましたね。で、また横にずれて、というポジションで弾きます。15から12にプリング。で、その次14から12にプリング。で、その次、12、13、15、13、12、15。で、また2個ずれて、この3つ目のパターンと、4つ目のパターンはポジション一緒です。そうですね、ポジションじゃないか、運指か。運指が一緒です。ポジションちょっと違うんですけどね、2個ずれてるだけなんですけども。こんな感じです。パラプル、パラパルピリピリポロポロ、パラプル、パラピリピリピリポロポロ、パラピロ、パラ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 。で、もう一回丸々の同じのを繰り返して、最後は。メシさん、レンレのシラン、ベラボン、ベラボン。こんな感じで弾いていきます。ゆっくりやりましょう。こんな感じです。で、これをちょっと早めに弾いていこう。で、その次、結構シンプルな単音です。ドソドシドレドレミレドレシソレシソ。こんな感じです。で、その次は2弦の5フレットから。で、この1弦の12から。ミレファミファソファソラソファソラシで。
まだピンポーン。こんな感じで弾いていきます。でそこからまた早弾きがスタートです。こんなパターンですね。これもまたそのね、同じパターンをそのずらして弾いているという感じなんですけど、ね、やってみましょう。まず中指で4弦の6フレット。ラのと弾いたら、その次、人差し指でドです。ラと。で、その次、中指でレのと弾くんですけれども、レを弾いたらドにプリングします。ラド、レド、ラド、レド。ピッキング、ピッキング、ピッキング、プリングド。で、その次、小指で、ミの音に行くんですけど、ミの音もまたプリング。つたたらたらたら、つかたらたらたら、つかたらたらたら、つかたらたらたら。こんな感じで、そのプリングがすごいたくさん絡んでいくわけですね。弾く弾く、弾くプリング、弾くプリング、弾くプリング、弾く弾く、弾くプリング、弾くプリング、弾くプリング。こんな感じです。で、2フレットずれます。で、その次、最初の音がずれます。さっきその6フレットからスタートして、で、これ2フレットそのままずらしました。つまり8フレットからスタートです。でも、この頭の8フレットの音をそのまま9フレットにずらします。こっちですね。あとは全部一緒。こんな感じです。で、その次、10フレットから、この2つ目の位置が変わります。2つ目の音の位置が変わります。さっき19っていう感じで行きましたけれども、18となります。で、他の動きは一緒。こんな感じで、プラスアルファで動かしていきます。最初から6フレットからスタートして、で、2フレットずらします。で、頭の音を9フレットにします。で、さらにずれて、これ2個目の音をちょっと遠い8フレットに持っていくと。で、これを繰り返します。頭からいくとすると。こんな感じです。で、その次、1弦と2弦の15をベラベラベラと弾きます。ここら辺、多分なんかディレイのエフェクトを使っていると思うんですけども、正直なんかどうやって弾いていいかよくわからなかったです。なんかすごいキラ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 って感じの音がするだけで、なんかこの辺の音がするのはわかるんですけども、なんかどういうふうに弾いているかがなんかちょっとわからないというか、なんかディレイがそのわーっとかぶってきてるんですかね。とりあえずなんかこの15、15をなんかこうわーっと弾けば、それっぽく聞こえるかと思います。で、その次、この5、7のパワーコードを弾いて、伸ばすと。これがまあソロの前半部分という感じでございます。もしわからないところがあったら、ね、またビデオを何回も何回も巻き戻してチャレンジをしてみてくださいませ。後半部分いきます。こんなんですね。最初に、この小指で4弦の7フレット、違うな、4弦の9フレットからスタートします。3個ずつ、弾いていくんですけども、これがね、若干難しい。シシシドドドレレレミミミデドシ。こんな感じ。9から、3弦の6フレット。7、9、7、6で頭の C に戻ると。こんな感じです。で、このまま C からスタートします。シドレ、シ、あ、違うな、ラシド。あ、シドレでいいんだ。シドレ。こんな感じ。で、その次、この
素人から。9、8、10。その次、こっち側からですね。1弦の8から8、9、10、9、8。余弦の12からですね。余弦の12からスタートして、ポンパン。ポンポンの後から、このレからオルタネートピッキングにスタートします。そうすると、このミの音がダウンで終わってるはず。で、ここから、プリングハマリングをして、ハマリングプリングをして、11フレットに行くと。なんて言えばいいんだろうな。テラトーンの後に、こんな動き。ポルポルルピポル。こんな感じ。で、その次の小節の頭から。タリラプロル、タリラプロル、タリロル。で、こっちの小節からも。こんな感じで弾いていきます。ちょっとこの辺分かりづらいですね。もう一回いきましょうか。ツン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 から。フルカン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 。で、12から13フレットに行って、人差し指中指、プリングハマリング、ハマリングプリングしたら、今度は薬指で、この12弦の13。で、タリロルスライドして、次の小節に頭に、行きます。で、次の小節の頭、タリラトゥルル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 。これを2セットするわけですね。2パリラトゥルル、2パリラトゥルル。で、その次、4つ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。パリラトゥルル、パリラトゥルル、ワン、ツー、スリー、フォー。で、ワン、ツー、スリー、フォーは12から15に行って、で、プリングをして、スライド。タリラトゥル、タリラトゥル、ワン、ツー、スリー、フォー。で、ここからまた同じように、パリラトゥルル、パリラトゥルル、パリロル。同じ手順ですね。ワン、ツー、スリー、フォー、パリラトゥル、パリラトゥル、ワン、ツー、スリー、フォー。で、最後に20、19、17と、伸ばして終わるという感じです。行きましょう。こんな感じです。で、そのね、音を弾いている間にそのちょっと次のフレーズが始まっちゃうんで、もし両方ともパートを弾くときだったら、そのパリラトゥルルで終わらせた方がいいと思います。パリラトゥルル、パラーぐらいまで。みたいなフレーズが始まってしまうんで、もしつなげて弾く場合だったら、パリラトゥルル、パリラトゥルル、ワン、ツー、スリー、フォー、パリラトゥルル、パリまで。弾いて、次のフレーズに行った方がいいかなと思って。
こんな感じのフレーズが続くんですけども、そんな感じでございます。パリラトゥルルラパリまで行けば OK という感じです。ちょっとこの辺は皆さんのお任せ、お好みでやってみてくださいませ。で、その次、このドだから、こんな感じのフレーズが始まります。やってみましょう。まず、予言の10フレットからドのドからスタートですね。ドレミューで、ファ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 といきます。ファ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 ミレファ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 ミレファ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 ミレファ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 ミレミレドシーこんな感じ。で、次、ドレミレドシラソ。ここで人差し指はこちらにずるのがポイントですね。パパパパパパセイト。で、ここから中指で何いきます。こんな。ここに行ったらドからまたスタートします。パパパパパパミラソンソまで行きますね。あと同じような感じで流すと。で、最後、これが何気にむずいです。これが何気にむずい。ララ2個を弾きます。ララソラシシラシドロシオレレドレミレシラこんなん。そうするとサビがいくんですけれども、こんな感じでございます。もう一回やってみましょうか。ドからサです。パパンパパンドレミで、ソに行きます。で、これでサビに突入という感じです。これでそのギターソロが終わりなんですけども、どうでしたでしょうか。まあ、ちょっとはね、ハイ弾きっぽい箇所があるので、難しく感じたかもしれないんですけれども、まあ、基本的にやっぱ反復です。うまくいかなくてもね、ひたすらこう繰り返し繰り返して乗り越えていっていただければという感じでございます。とりあえずコツは2つ。あります。コツは2つ。いや、3つにしましょう。3つにしましょう。3つにします。コツは3つあります。1つ目としては、とにかく、1つ目はとにかくね、覚えてね、繰り返すことです。この手の早弾きのフレーズとかって、本当もう反復した量がものを言うので、1回、2回弾いたからね、できないっつって終わるんじゃなくて、その1回、2回じゃできないんですよ。できないんですよ。もうそういうものなんです。で、そのできないを克服するためにどんだけ時間使うか、どんだけ繰り返すかがもうひたすら大事になってくるので、もうひたすら繰り返してくださいませ。それがもう最大のコツです。繰り返す最大のコツです。で、2つ目のコツに関してはですね、さっきもちょっと言ったんですけど、覚えることは超大事です。メモったりとかしてもいいですし、楽譜書いたりとかしてもいいんですけども、覚えることめっちゃ大事。なんてかっていうと、日常的になんかこうギター弾こうって練習しようと思ったとするじゃないですか。で、そのギター練習しようと思ったときに、そのギター手に取ってすぐ弾けるということが大事なんですよ。ギター手にして、そのアンプつないで、エフェクターつないで、電源入れて、アダプターやって、楽譜開いて、さあ練習するぞじゃなくて、アンプつながなくてもいいので、もう手に取ってバンってもうすぐできるように練習できる環境を用意すると。そのためにはね、そのアンプのセッティングとか、そういうのも必要かもしれませんし、何よりもその覚えるということが大事だったりするので、なんかこう用意したりとか、なんかメモ取り出したりとか、動画確認したりとかしなくても練習できるように。まず覚える。これ、すげえ大事です。繰り返すと覚える。この2つ、超大事です。で、3つ目は何気に、全然関係ない話っちゃ関係ない話なんですけども、早弾きをするときに、この顎がすげえ動いてしまいがちなので、顎に気をつけてください。極端な話を。やっている人は少なからずいると思うんですけども、僕もちょっと集中するとそうなってしまうんですが、顎に気をつけろということは、口を酸っぱくしておきます。早弾きのコツ、顎に気をつけろ。
そんな感じでございます。では、3本目の動画では、この後 の, そのサビのパートとか、あと途中 の, その感想のパートとかの解説にさせていただこうかなと思いますので、よかったら次回も楽しみにしておいてくださいませ。とりあえず、今回2本目の動画のソロパートは以上でございます。また違う動画でお会いしましょう。さようなら。バハハイ。